新蘭聖人五蔵本願寺神戸別院は、兵庫県神戸市中央区下山手通りにある浄土、新州本願寺派の寺院である。道派本山の西本願寺直属の別院である。モダン寺の愛称でも呼ばれている。1573年に、武田光月の助信久が本願寺、第十一代門主、兼与商人に帰依し、京介という法名を賜って、 摂津国八部軍二つ茶屋村に混流した一条山、全福寺が元となっている。1908年に本山、西本願寺が奮起の最中にあった全福寺の状況を憂慮して、元山預かりとし、全福寺第十二代住職、武州守屋長男、武州縁や次男、武州閣を首都とした。大谷孫優を特命住職として任命して、 別格別院全副くじとし、それ以降総反事務所を基本願寺の別院としての事務が行われたことから、これが本願寺神戸別院の始まりと言える。本願寺の管理となってからわずか9年後の1917年、不慮の火災により木造の本堂を消失。大谷洪水、大谷孫遊らの手により復興が進められ、1930年に戦闘や、 壁面彫刻など、インド様式を取り入れた斬新な建築様式の本堂が完成して、モダンデラと呼ばれた。本堂小室よりしばらくして、回帰から歴代住職を継承していた武家は、別格別院全福寺を離れ、神戸市長田の地に一条山全福寺を再興している。1960年に浄土新州本願寺派の直属になり、現在の本願寺神戸別院となった。 阪神、淡路大震災の後、施設の老朽化により建て替えが決まり、1995年9月に新たな多目的施設が竣工した。外観はインド風のデザインを継承している。ホールや会議室などを備えており、仏前結婚式も行われる。異国情緒豊かな5つの戦闘とステンドグラスが非常に美しい。本堂の前には、 新蘭聖人のブロンズ像が混流されている。本堂は別院では珍しく、内陣に畳を用いず、一石規範に準拠した門主席、新門、禅門席、来番及び内陣となっている。インド様式を取り入れた寺院として、他に同じ西本願寺の別院である本願寺名古屋別院、直轄寺院である築地本願寺がある。 本願寺神戸別院、兵庫教区教務所、ありがとうございます。